ヤマン、どうも中村健太郎です。さて今塾の休憩時間なんですけども、この休憩時間を使ってですね、今噂になってるくら寿司ができるとこをちょっと見に行きたいと思います。なんか2月ぐらいにオープンらしいんですけれども、どこら辺にできるのかと、いつオープンとかで書いてあるかどうかをちょっとチェックしに行ってみたいと思います。今イエローハットの前なんですけど、ファースト文庫の近くってことなんで、もうちょい直進ですね。ほい、はま寿司が見えてきたんで、ここ曲がったらすぐっすね。はい、はま寿司のところ曲がって、割とすぐあんのかな。ちょっと場所全然確認できてないんですよね。いつものことだけど、ここの信号短い、マジで短い。もうほら、結局並んでも信号2回曲がらんと変わらんやん。これどうにかしてほしい。ほんとやっと曲がれる。長いよこの信号、ほんとに。だから結局右折が出ないと曲がれないんだけどね。どうしようかな。ファースト文庫の近くって言ってたんで、ちょっとファースト文庫で買い物するものもあるし、ファースト文庫に寄ってから行こうかな。まだかよ、長いよ。これあっという間に赤になるかな。おお、ああ勢いでいったのか、あの人。右折、お、いけるか、俺いけちゃうのか、うん、ちょっと危ない。さあこれでよっしゃー、やっと曲がれた。この近くで一回ちょっと通って確認しましょうね、場所をね。あ、ちょ、もう本当横だ。できてるじゃん、もう。マジ？はい、というわけで免許取り立てのやつが来ると大変な八代のファースト文庫駐車場。狭い。とにかく狭い。そこに車止めたとこですけど、それではご覧いただきましょう。よいしょ。こちらが建設中のくら寿司でございます。ファースト文庫そばじゃなくて真横じゃん。おー、できよる。てかもうほぼできとるくない？すげえ。できてんじゃないの、もうほぼ完成してる。おじさんまだ頑張ってるわ。どっかにいつオープンとか書いてないかな。書いてないですね。すげえ、くらだ。本当に蔵っぽい感じだ。え、蔵寿司ってこんなんだったっけ。ほえー、裏側撮ってもね、ちょっと仕方ないんですけど、こんな感じです。はい、いや回転したらめっちゃにぎわいそうで、気になるのが駐車場なんだけど、これね、入り口ここっぽい。これじゃない？あ、違うか、これ裏口か。あ、やっぱ入り口はあっちかなんですけど、多分この広大な広さのところが駐車場になるんじゃないですかね。まあまあ置けるんじゃない、車。ああ、いいじゃん。ちょっとだけ中見える。はい、バリバリ工事中です。知らないおじさんに話しかけられて、いつオープンですかって。俺も知らねえ。はい、というわけで間もなくオープン予定のくら寿司、2月中旬か上旬かそのぐらいにオープンするそうでございます。皆さん楽しみに待ちましょう。あとぜき。 Thank you for your listening. Good air.com. Stay tuned. 九州をテーマに九州を盛り上げようと頑張ってお届けしていますインターネットラジオ Good Air では、現在皆様からの情報を募集しています。観光情報、イベント情報などなど、九州にまつわるものなら何でも OK です。お店の紹介をしてくれとか、そんなんでも全然 OK ですよ。原稿書いてくれるならガンガン CM とかもね、流していきますので、ぜひぜひ情報をこちらまでお寄せください。お待ちしております。詳しいことはインターネットラジオグッドエアの YouTube の概要欄の方、こちらをご覧いただきまして、メッセージを送ってもらったり、メールを送ってもらったりと、そういった方法でこちらまで情報をいただければなというふうに思っておりますから、どうぞよろしくお願いいたします。お相手は中村健太郎でした。また次回よろしく。バイバイバイ。